兄貴何しに降りてきかった。包丁でも取りに行ったんと違う。あの人のやりそうなことや。全てお見通しっちゅうわけかい。ああ、言うた通りや。おぬり、見て戻る。ちょっと待った。言い出したあんたとこの嫁や。何を言うな、あんた殺生だ。何をつまけば難しくるんじゃ、このやつや。逃げられる唯一の方法かもわからへん。え、何やて。それにしてもさっきはええ君やったな。あんた、あの人あんたのことなんて言うたか知ってるか。アホバカマヌケボケナストーマのお茶漬け亭主やって。そらそやわな。二階で女房が真男されてんのも知らんと、下でのんきにお茶漬けなんか食べてんやもんな。あのガキ殺したる。えらい目に遭うた。せやから二階はやめとこう言うたんや。うちら愛し合ってたの違うん。どこやおい。お前も逃げてきたんか。あら大丈夫か。うちはさっきもうこの世のもんやなくなって。何言うとんねん。悪い冗談言わんと早出てきいな。この白状のあんたなんか死んだらええねん。そんなこと言いなや。あの時はしゃあなかったんや。しゃあないで済むかい。誰がとんまで間抜けな茶漬け亭主や。え、何の話や。己がさっき言うたことは知らん。ほらそんなこと言うて、そんなこと言うて知らわくるな、こんなお前。いやあ、助けてくれ、助けてくれ、助けてくれ。ジェシあんた。地獄へ行きやがれ。あんたのことやから二階で男と女が相引きしてるって聞いたらきっと覗きに来ると思ってたわ。
また。うん。うち行ってゆっくり楽しもう。地獄の底まで追いかけたぜ。